こんにちは、岡崎です。 OK 先生です。今回は国語の教科書見えないだけの解説をやっていきたいと思います。今回は牟礼恵子さんの詩見えないだけの中に出てくる表現技法とその内容について解説していきたいと思います。下の説明欄に目次も貼っていますので、そちらの方も利用してください。このチャンネルでは中学生と高校生の国語教科書の解説動画を配信しています。チャンネルページを見てもらえば、今みんなが使っている教科書の再生リストがあります。その中でみんなが必要としている文章を探してください。国語の解説動画はたくさん揃っていますので、チャンネル登録してお見逃しがないようにしてください。それではやっていきましょう。まずはこの詩の形式、詩の種類を答えてください。3秒後に答えを言います。答えは口語自由詩です。口語、現代の言葉で書かれた自由詩、字数に制限のない詩のこと。もしこれが昔の言葉で書かれてたら文語、字数に決まりがある場合、例えば俳句だったら575、短歌だったら57577っていう風に字数に決まりがある場合は定型詩っていう風になります。この見えないだけは口語自由詩です。では次にこの詩の表現技法を見ていきましょう。まず最初に1行目から4行目、まず1行目と2行目、ここで書かれていることってこういうことだよね。どこどこには何々がどうしている。で、同じように3行目と4行目もどこには何がどうしている書かれてるね。対応する語句が同じ組み立てで並べられてる。5行目から10行目も同じ。どこでどうしてる何。何の部分は5行目6行目だったら優しい世界っていう風になってる。7行目8行目も同じ。どこでどうしてる何。で、最後の何の部分は美しい季節。9行目10行目も同じね。どこでどうしてる何。今回の何は新しい友達。これも対応する語句を同じ組み立てで並べてる。じゃあこれはそれぞれ何という表現技法でしょうか。答えは対句、対句法です。文章の構成が同じ、同じ組み立てで並べられてるね。その次の問題、今やった5行目から10行目までの中、文章を見てみると5行目6行目は優しい世界で終わってるよね。7行目8行目も美しい季節で終わってる。9行目10行目は新しい友達で終わってる。これの表現技法は何でしょうか。答えは体言止め。語尾を体言、名詞だね、で止めること。体言止めっていう表現技法が使われています。僕の犬は毎日寝ていますっていう文章を体言止めしたらどうなるか。毎日寝ている僕の犬みたいな感じになります。これが体言止め。次に8行目を注目してください。つぼみを差し出している美しい季節、こう書いてあるよね。ここで使われている表現技法は何でしょうか。そうだね、擬人法だね。擬人法っていうのは人でないものを人に見立てる例え、比喩です。ここではつぼみを差し出している美しい季節って書いているけど、美しい季節が人間みたいにね、何かを差し出せるわけじゃないよね。つぼみとかを差し出せるわけではない。でもここではまるでこの美しい季節っていうのが人間のようにつぼみを差し出しているので、擬人法が使われている、こういうふうに言うことができるんだね。いいですか。以上で表現技法の説明を終わりにしたいと思います。もっと表現技法について知りたい、勉強したいっていう人はこちらの解説動画を参考にしてください。下の説明欄にリンクを貼っておきます。
では表現技法の勉強はこれぐらいにして、この見えないだけの詩は何を言いたいのか、作者の牟礼恵子さんは何をみんなに伝えたいのかってことを考えていきましょう。伝えたいこと、それはズバリ見えないだけ。タイトルにあることをそのままみんな、中二のみんなに伝えたいわけ。ものすごくストレートな詩、もう伝えたいことがはっきり分かってる詩なの。この詩は10行と11行の間で1行空いてるね。1行目から10行目までを1連、11行12行の部分が2連っていう風になってる。でこの2連見てほしいんだけど、この詩はこういう風に終わってるね。まだここからは見えないだけ。この詩のタイトルと同じ言葉が最後に出てきた。これが伝えたいこと。でもさ、これが伝えたいんだったら一言で言ったらいいじゃん。あなたたちって見えてないんだよって言ったらいいじゃん。でもそう言ったってなかなかわかんないでしょ。ピンとこないよね。だから作者の牟礼恵子さんは、あなたたちはまだ見えてないだけだよっていう思いをこの詩を使って表現したわけ。11行目、2連の最初の行にもこんなこと書いてる。あんなに確かにあるものが、もうね、見えてないもの、実はもう確かにあるものなのよ。確実にあるはずなんだけど見えてないよって。じゃあどんなものが確実にあって、そして見えてないかってことを一連で表現してる。1行目から4行目、対句が使われてた部分だね。まず空の上にあるもっと青い空、これ見ることができないよね。ここから空は見ることができるけど、その空のさらに上には、今みんなが見ている空、それよりももっともっと青い空があるんだよ。こういうふうに言っています。で、その次に、波の底にあるもっと大きな海。それもここからは見ることができないよね。ここからね、目で見ることができるのは波。波は見ることができるんだけど、その波の下にはもっと大きな海が広がっているんだよって。で、そういったもっと大きな海っていうのは確かにあるものだけど、見えないだけだよね。でも確かにそこにはあるはずだよね。こういうふうに作者は主張しています。で、次に5行目から10行目。これも対句が使われてた部分。これちょっと難しくなってくる、難易度が上がるよ。みんなの胸の奥、言葉が育ててくれてる優しい世界あるよね。でも見えない。優しい世界って言葉が育ててくれてたの知ってた？例えば生まれたばっかりの時、言葉うまく喋れないよね。言葉で考えることができないような時って優しかったかな？いろんな優しいこと思えたかな？自分のやりたいことやってただけ。でも今は違うでしょ。みんな言葉で考えれるようになったよね。言葉を持つことによっていろんなことが考えることができるようになった。自分のことも相手のことも世界のことも考えることができるようになった。言葉のおかげでみんな優しい世界を持つことができるようになったんだよ。で、その優しい世界っていうのはみんなの目には見えないんだよって言ってます。で、7行目8行目、花を咲かしている美しい季節がある。これは未来の話だよね。未来のこともみんな見えない。でも確実にあるでしょ。次の季節になったら確実に花は咲く。未来のことはみんな見えない。でも確実にあるもの。9行目、10行目。この新しい友達。これはもうみんなわかるよね。今は会えてない友達。多分全然別の場所にいて別のことしてる友達。でもみんな中3になったり中学を卒業した後に出会う友達いるよね。でも今は見えない。でも今確実にその友達はどこかに存在してる。そしてこの新しい友達はあなたとの出会いを待ちかねているんだよって、あなたと会いたいなと思って待っていてくれているんだよって、そういうふうな見えないものがある。確実に確かに今あるんだけど、ここからは見えない、まだ見えないだけなんだよって作者は言ってる。こういうふうに聞いたら納得できたんじゃない？おお、そう、確かにそうだよねって。見えないけど存在してる、そういうものはあるよね、この世の中に。じゃあなんで牟礼恵子さんはわざわざこんなことを主張したのか、
それはみんな今生きることに必死になっちゃって、今のことばっかり見てる人が多い。そういうふうに思ったから、こういう詩を書いたんじゃないの？特に中二の時、今の世界が全てだっていうふうに思ってない？現在だけに目を向けてる人多いんじゃないの？先のこと、将来のこと、まだ目に見えてないものを意識してる人、どんだけいるだろう？そういうふうに考えたら、やっぱり僕たちはもうちょっと目に見えないものっていうのも考えていかないと、想像しないとダメなんじゃないの？今さえ良ければいいってわけじゃないんじゃない？世の中には自分たちがまだ見えてない場所、経験してない未来、感じることが難しい胸の内、そういったものが確実にある。でもそういったことを忘れてしまいがち。なのでもう一回みんなの想像力を膨らまして、いろんなことを考えて、いろんなまだ見えてないものを想像してみてください。そうすれば今この瞬間を生きているみんなの人生っていうのもきっと違った風に見えてくるはずですよっていう風に、作者はこの詩にメッセージを込めたんじゃないかなっていう風に思います。そう思ってもう一回この詩を読んでみてください。新しい発見や驚きがあるはずです。それでは今日の授業を終わりにします。役に立ったって人はいいねボタン、チャンネル登録もお願いします。コメントも書いてください。それではまた次回の授業でお会いしましょう。さよなら。